公州アジアパラ大会で卓球したい不自由のクラスに出場している八木克義選手、琉球アスティーダは勝利より大きな目標があると言い切る。時に感情をむき出しにして吠え派手なガッツポーズを見せるプレースタイルの選手から聞いたその一言は意外だった。なぜなのか、写真、パラ競技、いろいろ体験できるスタジアム八木選手は先天性両頭骨、頭骨。 欠損症で生まれつき肘から先が短い幼い頃から運動が好きで小学校時代はサッカーをしていたが転倒した時に手をつけず怪我につながる恐れがあるため断念せざるを得なかった中学校の部活動で怪我の危険性が少ない卓球を始めたしばらくは健常者の大会に出場していたが高校3年の時にパラ卓球の世界を知り 大学から本格的にパラの世界に参戦すると、国内トップへの道を突き進んだ。社会人になり、パラリンピックが東京で開かれることが決まると、東京大会出場、という明確な目標が見つかった。相手と対戦している以上、もちろん勝利すれば嬉しい。だが八木選手は、少し違う角度で自分の存在をアピールしたいと考えている。パラスポーツって、人間とは何ぞや、 が詰まっていると思うんです、と八木選手は語る。障害の有無は関係ない。どんな人でも自分の特徴を知り、工夫すれば新しい世界が明ける。そんな人間の可能性を具現化しているのがパラスポーツだと感じているからだ。パラの世界は必ずハンディキャップがあり、他の方法でどう埋めるかが重要。手が短い八木選手は試合に勝つために、 足で動き回るプレイスタイルを確立し、パワーで叶わなければ変則的なボールを打つため、ラケットのラバーなどあらゆる面から工夫して世界に立ち向かってきた。障害者が表舞台に立つことで伝えられること、考えてもらえることがある。だが、多くの人に現地で見てほしいと考えていた東京大会は新型コロナウイルスの影響で無観客となった。東京大会でパラ卓球の存在を普及させる。 という目標が志半ばで燃え尽きたように感じ、現役引退もよぎった。そんな時、知り合いを通じて T リーグの競合、琉球アスティーダへの所属が持ち上がった。東京オリンピック代表の張本智和選手が所属する名門で、パラ選手第1号として活動すれば競技を認知してもらう新しい手法になると考え、現役続行を決めた。 他人の苦手な部分を互いに認め合う社会になってほしい、とヤギ選手。出場が目標だった、という東京大会はメダルに届かなかったが、今季は世界ランキング3位に入るなど着実に実績を重ねている。アジアパラ大会を経て、来年のパリパラリンピックこそメダルの獲得を目指す。自分の活躍が、障害の有無は関係なく、困っている人を助け合える社会、の底上げになると信じて。 公州河村作兵。